京都競馬場第10競走はウイン5対象2レース目第5ステークスです芝コース1 2 0 0メートル1 8頭ですなお3,4コーナーは内回りを使用いたしますスタート地点は向こう上面の中ほど極めて順調にゲートインは進んでいます今4番ゲートブーケファロスが収まりますそして14番ゲートイルクオーレが促されてゲートイン 後ろで待っていました18番のジョニーズララバイがゲートイン最後になりますジョニーズララバイ収まって全場のゲートインが終わりました体制完了 スタートしましまたほぼそいました、まずは外目13番ブッシュガーデン、比較的いいスタートを切りました、そのうちからはアドバイス、名称イニシア前に出ていきますが、その圏内には外目9番のブレス・レスにつきまして、内側3番のフロムダスク、外からはスーっと茂課長、ポジションを上げていきました、さらには15番のリベール加わって、さらにはインフィナイトもこの圏内、内は3番のフロムダスクは追走、その後方からブッシュガーデン、内側1番の湘南伯楽、4番ブーケファロス、さらに14番のイルコーレが追走して、あとは2番の名称堂々、外は差がなくジョニーズ・アルバイ、後方からは10番のグッドマックスが 12番の大勢シダルが追走してその後にいるのがケデシュ内はさがなく6番のブリュッペミレジメあとはゼッケン5番をつけました昼のローザンの一番後ろからレースを運ぶ形になっています各は34コーナー中間地点かなり対立ばらけてこれから4コーナーをカーブしてまいります先頭は7番名将エニシア名称エニシアが先頭そして2番手の位置11番のケデシュがつけていますさあ各は第4コーナーから直線コースへと向かいました名将エニシアそしてケデシュそして外からじわりじわりと9番のブレスレスリーが足を伸ばして残り200を通過さらにはシゲル課長シゲル課長大外をつけました ゼッケン13番をつけましたブッシュガーデンブッシュガーデン名勝差湘南白楽湘南白楽湘南白楽が抜けた先頭湘南白楽五輪ブッシュガーデンが2着です3番手争いは混戦セ1番の湘南白楽 最後は馬群の間を縫うように伸びてまいりました2番手は13番のブッシュガーデン3番手争い外からよく伸びてまいりましたイルクオーレあるいは4番のブーケファルスなど3番手争いは接戦です勝ったのは1番の湘南伯楽松若風磨騎手の手綱でありました勝ちタイムは1分7秒3です上がり 800m は45秒 0600m は34秒4でした 京都競馬場第10競走 WIN5 大賞1レース目人気の一角フランケルサンク湘南伯楽このクラス4戦目でさあこれでオープンへそして2番手ですが好スタートから一旦引いた13番のブッシュガーデン最後は再び伸びて単独2番手を確保3番手ですが4番のブーケファロス外からよく伸びていますさらに14番のイルクオーレ 若干内9番のブレスレスリーこれは大勢不利か京都競馬場第10競走が終了しております1番の湘南伯楽人気に応えての鮮やかな勝利混戦の上位人気でありましたがそれを絶ったのは1番の湘南伯楽ですレースを終えた各馬が戻ってまいりました準オープンのさあ芝 1200m 最後混戦を経ったのは湘南伯楽力強く伸びてまいりましたイギリスさんフランケルサンク導いたのは松垢風馬騎士ですさあレースを得た各馬がほぼ戻ってまいりました両馬場の芝コース1分7秒3です上がり800メートルは45秒0 600メートルは34秒4とゲージになっております1着1番湘南伯楽そして2着13番ブッシュガーデン 3着は4番、ブーケファロス。4、5着写真を持って判定いたします。カチュマ確定のご案内がありますまで、お手持ちのカチュマ投票券、お捨てにならないようにお待ちください。